シェイクって歌を聴いてください。ありがとう。ありがとうございました。キャナイって言います。あと1曲だけ付き合ってください。よろしくお願いします。今日はいろんな意味でライブと思ってないです。遊びに来ました。よろしくお願いします。これがどんなきっかけであれ、あるいは今日が終われば俺とあなたは他人であれ、どっちでもいいんですけども、俺の歌とか曲とか歌詞とかにもし何か惹かれるものがあったなら、自分と違うなとかあったらなら、Twitter とかインスタとか YouTube やってるんで、よかったら調べてみてください。ただ僕は、関西ファイナルに進む前提でここに来てるので、今日は前座だと思ってます。よろしくお願いします。最後コインランドリーで歌を歌って帰ります。ありがとう。キャナイでした。もう一日が終わる、多分似たような明日だ。終わり方を気にする、つまらない
した後ろ向きはどう進めばいいんだろう。正しさを掴み取れと上から偉そうに。僕の中にある感情は教科書に沿ってなきゃつまらないものですが、で疲れて疲れ果てて嘘の自分を作った。愛した人に嫌われた僕は僕じゃないのに、回る暮らしの中で守れたものってなんだっけ。誰かの言葉が消えなくて何も聞こえないよ。したいな。